第一朗読漱石。アブラムは非常に多くの家畜や金銀を持っていた。アブラムと共に旅をしていたロトもまた、羊や牛の群れを飼い、たくさんの天幕を持っていた。その土地は彼らが一緒に住むには十分ではなかった。彼らの財産が多すぎたから、一緒に住むことができなかったのである。アブラムの家畜を飼う者たちと、ロトの家畜を飼う者たちとの間で争いが起きた。その頃、その地方にはカナン人もペリジ人も住んでいた。アブラムはロトに言った。私たちは親類同士だ。私とあなたの間ではもちろん、お互いの羊飼いの間でも争うのはやめよう。あなたの前にはいくらでも土地があるのだから、ここで別れようではないか。あなたが左に行くなら私は右に行こう。あなたが右に行くなら私は左に行こう。ロトが目を上げて眺めると、ヨルダン川流域の低地一帯は、主がソドムとゴムラを滅ぼす前であったので、チョアルに至るまで、主の園のように、エジプトの国のように見渡す限りよく潤っていた。ロトは、ヨルダン川流域の低地一帯を選んで、東へ移っていった。こうして彼らは左右に分かれた。アブラムはカナン地方に住み、ロトは低地の町々に住んだが、彼はソドムまで天幕を移した。ソドムの住民は邪悪で、主に対して多くの罪を犯していた。主は、ロトが別れていった後、アブラムに言われた。さあ、目を上げて、あなたがいる場所から東西南北を見渡しなさい。見える限りの土地をすべて、私は永久にあなたとあなたの子孫に与える。あなたの子孫を大地の砂粒のようにする。大地の砂粒が数えきれないように、あなたの子孫も数えきれないであろう。さあ、この土地を縦横に歩き回るがよい。私はそれをあなたに与えるから。アブラムは天幕を移し、ヘブロンにあるマムレのカシの木のところに来て住み、そこに主のために祭壇を築いた。神の言葉。
すかしめない。神を捨てた者を戒め、神を恐れる者を尊ぶ。この世に振る舞う人は、どこしえに揺らぐことがない。幸せな人、神を恐れ、主の道を歩む者。ハレルヤ、ハレルヤ。私は世の光。私に従う人は命の光を持っている。ハレルヤ、ハレルヤ。マタイによる福音。その時、イエスは弟子たちに言われた。神聖なものを犬に与えてはならず、また、真珠を豚に投げてはならない。それを足で踏みにじり、向き直ってあなた方に噛みついてくるだろう。人にしてもらいたいと思うことは何でもあなた方も人にしなさい。これこそ律法と預言者である。狭い門から入りなさい。滅びに通じる門は広く、その道も広々として、そこから入るものが多い。しかし命に通じる門はなんと狭く、その道も細いことか。それを見出す者は少ない。キリストに賛美。
くいい